コスタ・アポストロフ・ソレフは、マケドニア共和国、ベレスに生まれた、詩人、共産主義者である。現代マケドニア文学の基礎を築いた。代表作は、白き夜明け。三文も発表したほか、歴史、哲学、文芸評論などの面で重要な業績を残した。ラツインというペンネームは、彼の最愛の人物であるラヒルカ・フィルフォバラツァに、由来している。彼の死について、 詳細なことはまだ知られていない。そのため暗殺されたのではないかと疑われている。コジオラチンは1908年ベレスに生まれた。貧乏な家庭に育ったため満足に教育を受けることができなかった。13歳で高校を中退後、父親の陶芸工房で働きながら独学で勉強した。1924年にマルクス主義思想と出会い、 ユーゴスラビア共産主義者同盟に加入、一時期マケドニア支部の有力な党員となる。彼のエッセイ、新しい文学の発展では、マケドニアの近代文学を発展させるための最善の方法は、進歩的な社会観と尽きることのない、豊かなマケドニアの民間伝承を融合させ、それを構築することであったと主張した。1928年ラツインは、詩を書き始めた。 2月から7月まで、自分の最愛の人物らヒルカフィルフォバに31編の愛の死を捧げ、死集、苦しみの先週を出版した。ブルガリア語で書かれた6つの詩以外は、すべてセルボクロアチア語で書かれた。同年、ラツインは、諸女作、飢餓の息子たちをセルビア語で書き、ザグレブの雑誌で出版した。1932年、スコピエで哲学専攻の学生。 イオバン・ギョルギーエビッチやアレクサンダル・アクシッチと共に詩集1932をセルビア語で発表した。その中のハナビーはラツインの中で最も感動的な詩の一つであった。続いて1936年に出版された労働者へは彼の母語であるマケドニア語で書かれた最初の詩であった。2年後、スペイン内戦で殺されたベレスの甲府。 ガンチョハジパンゾフに敬意を表して、アストリアスコーフの詩を出版した。彼の最高の成功本は1939年に出版された詩集、白き夜明けである。この詩集は4000冊出版されて、ユーゴスラビア全体やピリンマケドニアで大成功を受けて発売された。ラチンが初めて書いた原稿は、結果という3文であった。1928年、 ザグレブの雑誌、クリティカに出版された。1932年、ザグレブの文学コンクールに参加して、彼の書いた物語、採石場で、は称賛された。1年後、ラツインの小説、アヘンからの断片が、同じ雑誌に掲載された。ラツインは、1931年頃にこの小説を、書き始めたが、彼が逮捕されている間に、小説の原稿は喪失してしまった。 ラツインによって書かれた他の小説は、タバコの生産者、正午、一つの命、ゴールデンクラフト、父や大きな喜びは彼の死後に出版された。ありがとうございます。